元気？今日はですね、もう特になんか今日はとりあえず雑談をしていこうかなと思うんですけど、なんかね、ちょっとショールームはやりたいなっていう気持ちはすごいあったの。すごいショールームやりたいみたいな気持ちがあって、というかなんかみんなと話そうみたいな、みんなと話したいなみたいな。やっぱさ、こう一日をなんか無駄にしてしまう気がして、ショールームするかってなって、まあみんなと話したいしショールームしようってなって、そのためにはメイクをしなきゃと思って、メイクかーってなったのね。メイクかー、メイクをする力は残ってないと思って、いやでもショールームはしたいなと。今日一日何かをしたという達成感を遂げるためにショールームはしたい。ただメイクはそれと同じぐらいの熱量でしたくないっていう日になってしまって、もう申し訳ないけど家だけどちょっとなんか日焼け防止してるよっていう、ちょっと帽子とちょっとダジャレみたいな感じになっちゃいましたけど家で日焼け防止として帽子をかぶってますというね。あの髪の毛とかもね、本当にすごくぐちゃぐちゃで、ぐちゃぐちゃでヘアアイロン通せば済む話なんだけど、ちょっとそちらの方もね、まあ、めんどくさいとまではいかないけど、まあみたいな感じで、ちょっとはい、そんな感じです。イエーイ元気、私はすごい元気、見ての通りとても元気です。なんかさっきね、ショールーム始めようと思ってショールームを開いたの。でショールーム開いてさ、こうあやがメンバーとかも配信してるなと思って、やっぱ配信する時間だよねみたいな。ちょっと待って、私さ、見たいなってあんま言いたくないんだよね。この間配信してて、見たいなってすごい言ってるなと思って、なんかちょっと嫌な気持ちになったから言いたくない。今日は本当に一回言うごとにちょっと1円貯金していく気持ちで言いたくないです。はい、なんかさ、1時間のうちに 1,2,3 回ぐらいならいいんだけど、私の場合10秒のうちに10回言ってるんじゃないかってぐらい言ってた気がして、やめます。自分で聞いててちょっと嫌だなと思ったので。そしてその話は置いといて、何の話してたっけ？あ、そう、ショールームで配信しようと思って見てたら、あ、みんなこんな時間、あ、こう配信する時間だよねってなって、でメンバーを誰が配信してるのかなと思って見れるじゃんね、あれ。で見て、そしたら荒井由紀ちゃんがね、 SKE の荒井由紀ちゃんが配信してたんですよ。あ、ゆきの配信だと思ってショールームを見に行ったんですね。ゆきの配信、あっつ、帽子かぶってると、室内で帽子かぶってると暑い。そう、ゆきの配信を見に行ったんですよ。そしたらお歌を歌っておりまして、はずみさきをね歌ってたんですよ。
はじめさき歌ってて、私はコメントしたんです。なんてコメントしたっけ、なんか声かわいいみたいな、声あっくー言っちゃったー、なんで声かわいいって、なんか今日センター分けがセンターじゃないですね、声かわいいってコメントしたの。そしたらね、初見って出てきてまあまあ見たことはあったけどコメントしたことはなかった。初見って出てきて、やばい、私が初見って思われると思ってさ、ちょっとドキドキしてたの。そしたら誰にも気づかれなくてユキにはもちろん、いつもだったらさ、ファンのみんなが誰々ちゃん来てるよみたいな、あいっ誰々来てるよって、あの反応あるじゃないですか、なくて誰も気づいてくれなくて、あれってなって、まあ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 、まあ、確かに私レベルめっちゃ低いし、まあ私がさショールーム見るなんて誰も思わないじゃん、だから仕方ないなと思ってちょっとシュンってなって今ですシュンって一回シュンというバウンドを挟んでから来ました。はい、まあでもね、逆に言えばあの初見マークがあのバレなかったということで、まあまあいいのではないでしょうか。そんなこんなで来ました。でも難しいよね、なんかさ公式マークとかさついてた、 ありがとういえいえごめんなさいね。ちょっと、あ、イルカだ、かわいい、え、イルカだ、かわいい、ミラーボールもありがとう。そう、あのメンバーとかはさ、なんかちゃんとこう配信してる人とかはさ、わかんないけど、まあ、メンバーとかはさ公式マークとかが、え、イルカタワーなのこれ、え、タワーってクマ排除された、排除っていうかクマこだわりじゃなかったんだ。え、タツノオトシゴとかもあるの、チンスコ、これ、あ、チンスコじゃなかった、なんだっけ、チンアナゴだお腹空きすぎて食べ物になっちゃった。ともかちゃん、いる方はありがとう、嬉しい、すごい、かわいいね、イルカありがとね。なんか金魚鉢とかもあるんだ、金魚もいる、チンアナゴは何種類もかもあるんだね。え、みんなありがとう、送ってくれて。そうそう。え、チンスコ美味しくない？めっちゃ好きよ、私。なんか、沖縄のホテル、MV 撮影、今のシングルの MV 撮影で、沖縄のホテルで、チンスコって、とサーターアンダギー、チンスコあったかな、多分あったって気がするんだけど、とサーターアンダギーが置いてあったんですよ、ウェルカムな感じでホテルに置いてあって、すぐに食べたもん、めっちゃ美味しかった、すごい美味しかった。でその日のなんか衣装がね、ちょっとね、あの痩せて、ミラーボールありがとうちょっとなんか痩せたのね、その時期ちょっと痩せてて、でフィッティングの時に痩せてたから詰めたのよ、衣装詰めて、でそれをキープしなきゃいけないじゃん、沖縄当日になって入らなかったらやばいみたいみたいなって言っちゃう、やばいってなって、
でやばいってなるから、あざす、そうやばいってなっちゃうから、なんかそのままキープしたいなと思って、別にダイエットとか痩せるためにじゃあご飯を減らすかそういうことじゃなくて、本当に今をキープしようと思ってキープしていったんですよ。だからちょっとまあシュッとした状態で沖縄に行ったのね。でまあこの沖縄着いてこのまま夜食べなきゃ、食べなかったらうん、いけるでしょみたいな、いいコンディションでいけるのではないでしょうかと思ったら、まあ、ユキが一緒にご飯食べようってなって、まあまあいっかみたいな、別にねご飯食べるのはもう夜ご飯決まってたし、ユキと食べようって思って、で沖縄のウーバーイーツしたらすごいいっぱい頼んじゃった。あ、タワー来ましたかありがとう、アシュちゃん、かわいい、なにこのクマちゃん、ピンク色、あ、危ない、通報するとこだった、すいませんすいません、めっちゃかわいい、なんかビキニ着てるの、あ、着てない、ありがとう、あーしゅちゃんすごい、なんかクマちゃんタワー投げて、まさらにクマちゃん、すいません、あ、サンゴとかもある、ありがとね、あ、通報せんといて、あ、すいません、ありがとね、そうみんなありがとう、コメントもね、そう、忘れてしまった、なんだっけ、何の話してたんだっけ、何の話してたんじゃなくて、どこまで話したんだっけ、あ、そう、ユキと食べようってなって、でユキと食べて、沖縄のウーバーイーツでテンション上がっちゃって、めっちゃ美味しそうなものいっぱいあって、あれもこれもあれもこれもってなって、何食べたっけな、ソーキそばとか、なんかアグー豚のなんか焼いたやつかなとか、あとはアイスも食べたし、あとね、なんだっけ、お芋の天ぷらみたいなのとか、あとごま団子的なやつとか、あと餃子とか、あ、ラフテーもあったし、ラフテーはそばに入ってたのかな、でもなんかラフテーっぽいものを食べたから多分そばに入ってたのかな、なんか2人でシェアハッピーできるから、まあまあそんないかんやろと思ってたら、めっちゃなんかめっちゃお腹空いてたから、もうウーバーイーツですごいどん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 頼んじゃって、すごい食べたのすごい食べちゃって、もう次の日パンパンびっくりしちゃって、それまでにすごい頑張ってきたのに、まさかの前夜でもう本当その努力を水の泡にするような、しかも沖縄って多分塩分高い食べ物多いじゃん、その塩分でやられちゃって、で衣装は全然入ったのよかったって、お腹は意外といけたんだけど、もう顔が塩分でパンパンすぎて、もうはってなったんだけど、次の日で、その1日目の撮影の時もフライドポテトとか、あと何食べたっけな、みんなでそれもシェアしたんだけど、フライドポテトとか唐揚げとか焼きそば、なんだっけ、なんか食べたんですよ。で多分まあフライドポテトとか塩分あるじゃないですか。で踊ってなかったけど、まあ、自然とさ汗とかも出てっちゃうから塩分補給とかしてて、なんかラムネみたいなやつのタブレットみたいな、次の日めっちゃパンパンで、さらにもうショックもうすごい顔がむくんでて、やっぱ塩分ってむくむんだなってお勉強しに行った感じかな、あの MV は。うん、
そんな感じです。いやー、だからちょっと MV に関しては本当にあんま見ないでほしいかな。最低普通見てねみたいな感じだけど、もうそんなこと言えない、もう見ないで見ないで見ないでっていう感じですから。まあそんな塩分いっぱい取ったところが注目ポイントだったりしたり、沖縄を感じましたね。え、ゆきちゃんがその時はありがとうだって、いや、よかった。あ、何、今いるの、あ、今いないのか、だって配信してるもんね。ゆきちゃんその時ありがとうだって、ってあ、来てるのかな、ゆきちゃんその時ありがとうだってって。いや、こちらこそ楽しかった、めっちゃ美味しかった。多分ゆきのあの配信してるの、ゆきのその一緒に食べましょうがなかった、私沖縄のご飯食べれなかったから、多分一人でウーバーしないし、あ、いつしかの配信で言ってました。いや、こちらこそ、そうだからありがたい。まああんま見ないでほしいなっていう、パンパンなんで。あの、意外と体は意外と いいんですけど、はい、顔がね、ちょっとむくみのパレードで、しかももう塩水でピンクに染めたのに、落ちちゃってオレンジっぽくなっちゃって、もうショック。1日目の撮影の時はピンクが残ってるんですよ。だからジャケシャとかはまだピンク色なんですけど、2日目のはソロのリップシーンとか撮ったり、あとみんなでなんか水かけ合ったり、一人で私がなんか目つぶってこうやってやってるやつとか、そういうのがあったんですけど、あの時はもう色が落ちてるんですよ、2日目だから。色が、髪の色が落ちてるなっていう時は2日目で、まだピンクが残ってるなっていう時は1日目です。これ見分け方ですいや、もう本当にショックで、めちゃくちゃ、でしたね。え、見ないでください、本当にもう私はあれは努力が泡となった MV なので、見ない、もう自分は本当自分のせいでやっちまった。え、調子乗って別にユキとのご飯で終わってればよかった、私も食べ過ぎなければよかったのに、その後自分のお部屋戻って、あのサーターアンダギーと爆食して止まんねえっつってそれまでさ、衣装詰めたから気をつけなきゃと思ってちょっと節制し、まあ普段通りだけど、まあそこまでカロリー高いもの食べないようにしてたから、もう止まんないと思っても食べちゃって、いっぱい、ほんといっぱい食べちゃって、そうなので、そうなんですはい、ダメ人間なんです、自分はコントロールもできない。大事な MV 撮影の前に塩分をたくさん食べてしまうなんてそんな感じなんです。最低だよね、本当に。そういう時もあるって思うんだけど、でもそれが MV じゃない日だったらいいんだけど、撮影とかそういう大事な時じゃない普通の日だったらよかったんだけど、レッスンしかないとか、やる日を間違えたね。ちょっと沖縄っていうところに浮かれちゃいました、ほんとほんとショック。もう一回やり直せるならば、私はウーバーで健康的なものを食べ、そして髪色はドピンクにしていきたい、落ちてもいいように。最低だね、本当に。ま、やってしまった。
ったことは仕方ないですから、次の MV で頑張りましょう。次の MV で前日は絶対塩分高いものを食べないと誓わさせていただきます。あ、海ぶどうも食べた。海ぶどうでもめちゃくちゃ塩分高いよね。で、海ぶどうを2パック頼んで、1パック結構量が入ってて、こんなに入ってると思わなかったから2パック頼んでした。こんぐらいしかないかなと思ったの。なんか居酒屋さんにあるようなテンションで、小皿にちょっとあるくらいな、くらいしかないかなと思って、じゃあ2個頼もうって頼んだら、もう普通のさ、なんか焼き鳥とか入るさ、まあ、スーパーのなんかパックあるじゃないですか、透明な、あのところにパンパンパンっていうか、まあまあそんぐらい入ってて、それ2個でしかもちゃんと完食みたいな、言っちゃったよね。いや、沖縄は違ったね、本当にパックで来るんだもん、すごいよ。私は小皿を想像してたら奮発だったね。ちょっと量が想定外だった。海ぶどうおつまみで思うよね。主食並みに入ってた。いや、ユキは同じ部屋じゃなくて、私なんか一緒にご飯食べるために、私がユキのお部屋にお邪魔しに行った感じ。そういえばもう相談があるんですけど、なんか私ユキとおしちゃんとルカにお誕生日プレゼントまだねあげれてなくて、何がいいかなと思って、でルカに聞いた時に、ルカは本当に何でもいい、何でも嬉しいですよって言ってくれて、でも何が好きって聞いたら、ゲーム好きですって言ってて、じゃあなおさんのおすすめのゲームください、なんかもしあったらって。いや、でも難しいなってなって、好みあるし、え、じゃあこれやるって言ったら、いや、やんないかもしれないですみたいな。だったらあげる意味ないかなってなって、ねえ、もらった側も困るじゃん。いや、どうしよう、ゲームむずいなってなって、どうしようと思ってこの自粛期間中悩んでたんだけど、じゃあ好きな食べ物あげようと思って、なんか結構残っちゃうものあげても困るかなと思ったの。捨てるにも困るだろうし、その取っとくにも場所取るだろうし、まあ、メイク道具とか結構もらいやすいのかなと思って、じゃあ好きな食べ物にしようって思ったね。で、好きな食べ物をプロフィールに書いてある好きな食べ物にしようって思ったので、今年のお誕生日はみんなプロフィールに書いてある好きな食べ物でいいやと思って、で、まあとりあえずユキのプロフィールまず見て、アイスだったんよ。アイスと思って、よし調べようと思って、アイスのなんかすごい美味しそうなアイスあったからポチったのね。でルカが馬刺しだったの。馬刺しだと思って、で私が一回注文したことあったとこだったかなんか忘れちゃったけど、なんか美味しかった記憶があった馬刺しにした。でおしちゃんがトマトだった。トマトと八重洲のカツオかな、八重洲のトマトと八重洲のカツオかな、まあどうしようと思って、八重洲のものあげてもおじいちゃん日常的に食べてるしどうしようと思って、そ
それでなんか良さげなトマトにしようと思って、それはねお取り寄せでね2週間から4週間かかりますってなっちゃったから、ちょっとおしちゃんだけすごい遅れちゃうんだけど、トマトにしたの。めっちゃいいトマトあったから、もうねもうすごい一個一個大事にされてるトマトだったそうで、注文したはよかったんだけど、どうやって渡そうってなって、クール便で来るんよ。家に届くまではいいんだけど、これを果たしてどうやってプレゼントしようってなっちゃって、買ってから気がついて、みんな生ものじゃんって、クッキーとかだったらよかったんだけど、みんな見事に溶けやすいものだってなって、もうアイスなんて無理じゃんこんな暑い時期に。今悩んでる、どうしようってそうなんだよね、クーラーボックスに入れて、恥ずかしいんだけど、でもそれで電車乗んなクラブクス待って電車乗ってさまあさ、でもなんとかして本人に届けたとするじゃん、本人に届けて本人はどうやって持って帰るんだろうっていう、私は頑張ってレッスン場とかと劇場とかに持ってったとしても、ご本人様がお家に着くまでにどのくらい時間がかかるんだろうっていう、大丈夫なのかなっていう心配。あ、ご本人様のお家に来る便、いやなんか嫌じゃない、お家の住所をバレるの嫌じゃない、ルカに関して岐阜だもん、絶対馬刺しとか遂げるよ。どうしようってなって、だからもう一回プレゼントを選び直そうかなって思ってんだけど、でもトマトはさぬ、まあ常温でもまあいいじゃん、わかんないけど、まあ渡せそうじゃん、しかもすぐ食べれそうだし、いや私の家には呼ばないけど、そうやっちまったと思って、なんかもうちょっと考えればよかったの、それだったらなんかさおしゃれな箱のクッキーとかさ、いやでもルカ甘いもんなんかあんまり食べないみたいなこと言ってた気がするんだよな、そうだ好みが分かんなくて甘いもん苦手だったら最悪やと思って、だから公式プロフィールだったら間違いないと思ってそれにしたんだけど、バカだった本当に、本当にバカだったもん。でも嫌じゃん、人のためにさ、人のためにっていうかお誕生日プレゼントの気持ちで買ったものを自分で食べるのも嫌じゃん、だってユキノに関してはハッピーバースデーって多分書いてあるんだよそれをさ自分でさ自分で開けてさ、ユキノユキに喜んでもらおうと思ってさ買った食べ物を自分で食べるっていうのも、それもなんかさ嫌じゃん。ねえ虚しいよ、切ないよね。そうなんだよな、やってしまった。まあ事務所からです。事務所か劇場に持ってって、それ以降は
その以降の対処はご自身で頑張ってくださいみたいな。最低。馬刺しに関しては馬刺しに関してはお家に持って帰る時間が解凍時間だと思ってくださいで OK ですぐ食べれるよみたいな。お解凍時間でいいんじゃない。お家に持って帰る時間が解凍時間だよみたいな。どうすぐ食べれるよっていう OK ですよね。すぐ食べれるもんね。そう帰った日の夜ご飯というアイスに関しては溶けたら水分でべちゃべちゃにならない。あー確かに。何に入れればいいんだろう。どうしよう。確かに溶けたらべちゃべちゃになるよな。ナンさんすごい濡れたんですけどみたいな感じになるよな。なんで生もん買ってしまったんやろ。バカだ、本当にバカだったわ。アイスはアイス、はレッスン場の冷凍庫に入れてレッスン場来た時に食べれるよみたいな感じで行こうかな。うん、6個入ってるよ。だから6回楽しみあるね、レッスン場来るのに。フリーレーとか疲れた時の希望になるねというプラスな風に持っていく。いや、よかった。そういうことだよね。ルカには馬刺しは帰り道に解凍してもらって、ちょっと濡れちゃうけど濡れないような、多分銀色のさ、なんか包みみたいなの多分ないか、なかったっけな。それがあったらなんか濡れなさそうだけど、そうか、まあ、濡れて帰ってもらおう。もううん、ルカには濡れて帰ってもらって、ユキにはレッスン場に来たご褒美としてアイスがあって、おしりちゃんはあと4週間後ぐらいですね。あ、保冷剤とか、あ、タオルとかね。まあ、なんだろう、プレゼントは受け取った人の、もう私はあげるまでが、あげるまでが私の仕事だから、あげた以降のことはもうその人の責任だから、プレゼントはそういうことだね。そういうことにしよう。よし。まだ届いてないんですよ。
馬刺しもアイスもトマトも何も届いてないんですね。あと数日後に届く予定ではあります。でもすごい本当に美味しそうだったんだよ。自分も食べたいなと思ったんだけどやめました。寒くなってきた。いや本当にお誕生日プレゼントって難しいね。と思いました。やった、ミラーボールが回ってる。回ってる。乾麺、確かにこれから乾麺にしようかな安心安全乾麺そうしようかな。みんな作るかな。ラーメンとかにしたらでもみんな食べそうじゃない。なんかどこどこのラーメンみたいな。それに、あーそれにすればよかったな。ラーメンとかだったらさ作りそうじゃない。ママたちとかも作るのパパッとできそうだし、ラーメンとかだったらもし作ってもらうとしても。いやラーメンに手出さないかな。いやでも 日付持つしな。わー本当やらかした。すごいなんか油ギトギトとかじゃなければ好み分かれなさそうじゃない。無難なものにしとけば。すごい油っぽいのが好きだったら別にそれはあげてもいいんだけど。暑いから馬刺しが帰るまで持つかどうか心配。本当だよね。でも持ち帰るのは夜として、夜と想定している。公演終わりとかさ。今暑いもんね。夜も、ああ夜も暑いですからね。でも最近なんか天気予報見たら雨続いてるっぽいから、濡れながら帰れば馬刺しの水滴で濡れたのか雨で濡れたのか分かんなくなりそうだから良さそう。ごまかせそう。雨の日に渡したら。雨の日に渡そうか。まあ雨の日に荷物増やすのもな。ちゃった本当に。私ルンルンに誕生日プレゼントあげたかなってすごい今ね気になってるんだよね。私ルンルンに誕生日プレゼントあげたっけなってあげたような気もするし、あげてないような気もするし、あげたような気もするし、どっちだっけなってなってる。
で、ルンルンのプロフィール見たらお肉だったんだよね。で、焼肉セットあげようかなと思ったんだけど、ルンルンなんてさ東京じゃん、無理だってなって、一番ダメだと思ってやめた。でもなんか揚げた気もするし揚げてない気もするんだよな。誰に揚げて誰に揚げたいのかがもう覚えてない。揚げたっけ、揚げたか、あ、ハンドクリーム、そうだ、名前入りのやつだ、揚げたわ、ありがとう。みんなの方がなんか、みんなの方が古畑奈緒だね私よりも古畑奈緒じゃん、すごいなみんな。完全にダメ人間だ、ほんとだ、ダメ人間だねそんな言わないでよ、完全にって完全か、完全にダメ人間か、確かに自分で言う分にはいいけど人に言われると傷つくもんだね。しかも完全にってついてると、確かにダメ人間だった。最近ね、そんなダメ人間つながりでお買い物してさ、通販したんだ。通販してね、このね、私通販歴長いんですよ。通販歴が長くて、そうで、お洋服とかも全然失敗しないの、とっても失敗しないのね。もう靴もサイズ絶対合うし、ズボンもぴったりだし、こう肩幅のサイズとかも、お、結構いいじゃん、好み好みみたいなのが多いんですね。そしたら、まあ、間違える時もあるけど、でも久々に通販で失敗して、てかこんな失敗あるってぐらい失敗して、しかも頼んでたことも全然忘れてたんだけど、めっちゃ時間経ってきたからね、すごいね、お気に入りのすごくね、色が可愛いんですよ。これね、ちょっと画面がね伝わりづらいと思うんですけど、緑色で、ちょっと色が分かりづらくて申し訳ないんだけど、すごく可愛いんですね。でもウエストがめちゃくちゃ大きくて肩幅よりも大きいんですよ。私は今こう肩幅でここなんですよ、こんぐらい、このこんぐらい余ってるの、肩幅でもこれなんですよめちゃくちゃ大きくてあれってなって、 S サイズなの、でも S サイズで、でもね、ここにはね、ここにもちゃんと S って書いてあるんですよ。で、その、まあ、平置きした状、ん？平置きじゃないな。あ、そう、平置きした状態でウエストが書いてあって、まあ、足しても、まあ、こ、まあ、ちょっと緩いぐらいなのかなって思ってて、でもベルトももうついてるし、まあ、まあ締めれるから、まあ、最悪このちょっと詰めれば、ちょっと詰めたらこれね、いけるぐらいかなと思ってたら、もうちょっと詰めたらさ、絶対なんかおかしい形でポッケとか絶対縮むじゃんみたいな、縮むじゃんっていう大きさだったんですよ。ショックで、で返品しようと思ったのね、返品しようと思って、こう届いたところの紙とか見てたら、返品について何も書いてなくて、え？あれ？と思って、でサイトに行ったんですよ。そこ売ってるサイトに行ったら、返品できませんって書いてあって、うわやっちゃった返品できませんかってなって、もうショックです
誰か募集誰かこのサイズ履ける多分ねえいませんか。竹的にはだってさ、お尻の位置がさこんなにもお尻大きいんだよ。お尻が大きい誰か履いてくれる人いませんか。でメンバーも私が綺麗だ、私で大きいってことはほとんどのメンバーもあのほとんどってか全員無理なんで。でもなんか男性マネージャーさんとかにあげようと思ったんですよ。でもうちの男性マネージャーにこんなおしゃれなズボンを履ける人いないなと思ったじゃ年齢がね高いんですよみんなあのちょっとこれ若い韓国男の子が履くにはちょっと韓国っぽい感じになっちゃうかなと思って。韓国っぽくもないか、なんだろう、まあ、緑色だしね、ちょっとなんか若い子なイメージな感じがしちゃうから。これはまあ実際ね買ってんの24だしね。24歳が可愛いと思って買った服が40歳とか50歳のマネージャーさん、いつもなんか T シャツとねなんかスウェットみたいな感じのマネージャーさんあれかなと思ってうん、誰にもあげれないんですよ。で女性マネージャーさんもちょっと違う、これ完全に男性用なんですよ多分履けないだろうなと思って。でも写真とか見てたら女の方も履いてた気がしたから、いやなんか S サイズだったら女性いけるのかなと思って買ったら、まあまあ大間違い、多分あの女性の方も詰めてたんでしょうねきっと。いやうちの会社は結構ラフなんで大事な時以外はスーツじゃないですよ。これちょっと今ズボンにズボン履いてるからちょっと、でもズボンにズボン履けちゃうぐらい大きいですからね。まあこのズボンもまあ別に分厚くないか、おりゃこんなにも大きいね。大きいんですね。でこれさボタンね止めボタンじゃないこれベルト止めれるでしょと思ったらさ、こういうなんか難しいやつでさこのうまく止まんないんですよ。大きすぎてこうチャックすぐ取れるしね。ここをねこうしたらここのところをちょっとね詰めたらいけるかなと思って、こうやって。でもそしたらここの位置がなんかおかしいことになる、真ん中があれみたいになっちゃうからね。大きいんですよとりあえず、丈も長いしもう完全に失敗。誰かファンの方でもらってくれる方いませんか一回着用済み誰かもらってます本当に。いやーこれをどうしようか。でこういう時にお友達とかいたらよかったよね。もったいないですね。で石尾さんに詰めてもらおうかなとも考えたんだけど、ウエストだけじゃなくてもう全体的に大きいからちょっとどうしよう、誰にどう預ければいいか分かんない。メルカリ？メルカリこれを機に登録してみる？結構あのほら3年前ぐらいだな、もう4年ぐらい前か、3、4年ぐらい前からもう自分服あのメンバーにあげようと思ってあのあげれなくて3、4年ぐらい経っちゃった、もう今流行ってないだろうみたいな服がお洋服がお家にあるんですよ。それと一緒に売っちゃう？
でもあれ自分で梱包しないといけないんですからね。私そういうの、あのめんどくさいなって思っちゃうタイプなんで。どうしようね。ないですね、こういうの履いてくれるような。ないですね。いや本当に色はすっごい好みなの。色と形がすごく綺麗でショックです。今はなんかもう青色のお洋服とかがすごく欲しくてネットで調べたんですけど、もう夏終わるじゃん、もう9月入るし、で9月の自分がどういう好みになってるか分かんないんだけど、あの今買ったらダメだと思って買うのをやめました。しかも8月ってもうトーク会とか全然1回あるけど、もう夏のトーク会ってなくて、ほとんどトーク会ね、まあ、やるってなったらもう冬頃かなとかになるかなと思うので、なのでその時をしっかりね買うためにちょっと夏服はもうやめようって。もう終わりますしね。夏結構好きなお洋服いっぱい買ったんですけど、あんまりこう機会なかったなと思って残念だけど、でも9月も暑そうだから分かんないけど、例年通りに、例年通りこの最近の感じで言ったら9月も暑そうだから、まあ半袖は使えるかなと。ただなんか夏っぽい秋になっちゃうかなと思って、お洋服が私口笛吹けないんですよね。これ指パッチンができるようになってから私口笛ね、すごく得意だったんですよ。小学校3年ぐらいかな、わかんないけど、いつかわかんないけど、すごい上手だったの。ちっちゃい時から、ちっちゃい時から嘘な、なんか得意だったんだけど、指パッチンできるようになりたいと思ってこれすごい練習したのね。毎日練習してたらできるようになったの。できるようになってシャーと思って口笛吹きながらやろうと思ってやってたら口笛が吹けなくなっちゃって、これをと取り替えて、うん、これができる代わりに口笛できなくなっちゃった。取引された、悪魔に取引されましたね。てかいい音をね、いい音鳴らしたいんです。でも全然いい音が鳴らないです。ダンスの先生めっちゃすごいすごいいい音鳴るんですよ、大きい。でも私はいい音は鳴らないんですね。そうなんです、そんな感じなんだ。口笛吹きながらやろうって何？考えないの？口笛吹きながらやるでしょ。だってこれがドラムだとしてドラムね、で口笛が
もう楽器みたいなもんよ。まあドラムも楽器なんだけど、口笛がもうなんかそういう種の楽器よ。でこれはドラム、これベース、これリズム取りですよ。一人でできるじゃん、楽器隊が。びっくりなんだ、びっくりなんだけどな。そういうこと。あ、でも今はもう口笛もできないからね。私は初めての達成感、もしかしたら指パッチンで得たのかもしれない。こう努力したら、あの、まあ物によるけど、できるようになるものはできるんだっていうのは指パッチンで教わったのかもしれない。もしかしたらこう達成感っていうのは、初めての達成感、ちょっと大げさかもしれない。練習方法、ひたすらやるひたすらやりながらコツをつかんでいくみたいな感じかな。わかんない、私もその時にどうやって、まあでもほら今はもう YouTube とかあるじゃないですか。 YouTube に多分指パッチの仕方とか多分載ってるかもしれないので見てみて。私の練習方法は、まあ、ただひたすらにやるっていうのだったと思う。うん。何でも撮ってるもん、YouTube。いやーもうねー、 YouTube のなんかこの間だいぶ前これ話した気がするけど、なんか虫とか調べてないのに、なんかを調べたらそのハチとかその虫の実験とかそういうの出てきちゃうみたいな話して、私はカマキリとかバッタとかハチがもう苦手で、こうでも出てきちゃってもうわーみたいな感じになっちゃうんだけど、で全然虫のこと調べてないのに出てきてしまうの。でこの間何調べたか忘れちゃったんだけど、なんか調べた時にカマキリのドアップの顔が映ってて、もう画面いっぱいにサムネ脳裏に焼き付いて仕方ないんだよね。だからカマキリとバッタとハチだけは NG だってっていう言ってるのに、しかも虫のこととか全然どう、もう動物はたまになんか調べるっていうか、調べてはないけどなんか関連で見たりするけど、でも極力それが出ないようなネットライフを送ってるのに出るんですよ。あれなんで？全然、例えばダンスの動画見たいなとかって思ってダンスって調べてるのに、カマキリのドアップのサムネが出てくるの。あれ何？カマキリダンスでも踊るみたいな。まあまあそれだったらちょっと可愛いと思って克服できるかもしれないけどさ、あの時の泣き方は尋常じゃないね。本当に鳥肌立つほど苦手っていうわけじゃないし、あの思い出が蘇ってしまうだけで別にいいんだけど、でも深い、すごく。カマキリがダンスを踊ってた、絵のカマキリが踊ってたら可愛いけどね、まあ、本物のカマキリに踊られてもちょっとなんか、まあ、可愛いけど、まあ昔の恨みは覚えてるからなっていう感じかな。まあその子のせいじゃないんだけど、違うカマキリなんだけど、今は多分もうこの世にいないカマキリなんだけど、
多分なもうねもう15年ぐらい前十何年前の話のカマキリですから、まあ、生きてたらすごいなって逆に拝みたいなみたいな逆に拝みたいってなるけどね。あの時は私の自転車に卵を産みつけてくれてありがとうございますってその生命力くださいってなるけど多分今もう彼はいない。普通の虫業界で言ったらね虫業界で言えばきっと彼はいないです。本当に、はあ、苦手だわ。そうだよ。あの私が、お、見て。あ、今片方だけ眉毛上がってたよね。私さ、すごいなって思ってて、それや今自然となってたわ。え、すごい。え、どうやってやんの自分。もう一回やって。できない片方だけさ上がる人ってなんかすごいなって思ってたの。アニメとかさよくさ片方だけ上がったりとかさ、なんかまあ人間でもあるんだけど、写真とかたまに見るけど、すごいなって思ってて、それできるようになりたいなって思ってたんだけど、できないなって思ってたの。でも今できてたよね。どうやってやってたんだろう。できないんだよね。出てできないわ。あ、いけた。めっちゃ集中力いるねこれ。あ、ダメだ。難しい。結構力使うというか疲れますね。これなんかね、その公演とかでも曲を表現する上で片方だけ笑って片方だけ笑ってないっていう口をやりたかったの。まあ、表情、まあ、口で主にあの口で片方は笑ってるんだけど片方は笑ってないっていう表情を作りたいのが表情のうちの一つとして欲しいなと思ってて、それ練習してて、どうやってやるんだろうと思って練習できるかなと思ってしてて、でなんかできるようになって、そしたらそれが日常になってしまって、やりすぎて練習を普段からそうやってなれるように頑張ろうと思ってやっちゃってて、ただ多分癖になっちゃったかわかんないんだけど、なんかそうなっちゃって両方均等に表情筋を上げたいんですよ。今は綺麗に笑えるようになりにあのしたいんですけど、もうだからやりすぎは良くない。本当によくない。多分片方だけさ表情筋が発達しちゃったんだろうね、わかんないけど。弊害が出てる。カマキリにはね、自転車にニヒルなニヒルってなんだっけ、ニヒルでもなんかニヒルって聞いたことある。ニヒルなんか私が想像する多分ニヒルだよね。ありがとうございます。嬉しいです。努力の甲斐がありました。あれみんなカマキリの話もうどうでもよくなってるの？あれ全米が驚いてる今。え、カマキリの話に戻るんかいって。嘘。私の中ではずっとカマキリが魂の中に眠ってたけどね。
あれ？みんなだって気になってるんじゃないの？なんでなおちゃんがそこまでカマキリが苦手なのかっていう。まあね、何回も話してるから、何回もじゃない、嘘ついた。多分 1,2 回ぐらい話してるから知ってる人もいると思うんだけど、結構みんななんか知りたいのかなっていう思ってたけど、あれ違うの？あ、私も勘違いかい？嘘。あ、みんなの中で一旦終わってたんだこの話。あ、そうなの？え、会話ってさ、むずいよな。こっちは終わってなかったけど、あっちは終わってるんだもんね。むず。で、こっからまた違う会話が始まって、で、数分後に私はカマキリの話し始めるんやろ。ほんと下手くそ、下手くそ。あ、下手くそではないんだよな。話がね、ポンポコポンって飛んでっちゃうんだよ。ポンポコポンって。タヌキみたい。まだだ、今ならまだ引き返せる。引き返す、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 引き返す。あ、マスクでこれは無理か。でてってるん。私はそれでもやる。あ、知りたくてたまらない。なるほど。まあ話しますわ。みんながそんなに求めてるなら、まあまあまあ、私とカマキリの出会いについて話そうかな。まあね、私ね、カマキリやバッタは正直好きだったんですよ、小さい時。なぜなら虫だったから。虫はね、全然好きだったんです。まあ好きっていうか、まあ怖くない。あの、同じ動物、仲間、遊び相手みたいな感じだったんですね。で、まあ、どのぐらい普通だったかっていうと、まあ、小学校2年生ぐらいの時に国語の先生が、あれ国語だったかな、まあ、何かの先生が夢で、なんか夢じゃない、現実でなんかバッタを、まあ、子供の時だったから、こう足をちぎってしまったと。で、その日の夜にバッタが夢に出てきて、こうバッタになんかやられるみたいな夢を見て、本当にそういう生物は大事にしましょうねっていう話をしてくれてた。で、私はその話を聞いて、ひどい先生、いくらちっちゃかったといえど、まあ確かにそういうことをやってしまうかもしれないけれど、あんなに可愛いのにとかって思ってたぐらい、まあ、別に普通な、そうなんだぐらいな感じで聞いてたんですけど、そしたら小学校、あ、いつ小学校か中学校かちょっと忘れちゃったんだけど、まあちょっと、もうちょっと成長してから、なんか自転車に得体の知れない丸い、なんか気持ち悪い物体がついてたんですよ、自転車のね、ここにサドルじゃない、これなんていうの、こう手持ちの部分があって、でここに棒があるじゃないですか。で、ここに乗るところがあって、でそこの、この棒のところにあったんですよ、いた、あったんですね。なんかポロって取れてしまいそうなぐらい、こうやわそうな丸い物体がめっちゃ気持ち悪くて、キモってなって、無理無理無理なんで、自転車乗れないし、でも触れないし、落とせないし、でもこれが何かしらの卵だったのならどうしようってなって、でも見て見ぬふりしたの、キモっと。したら次の日、なんかいっぱい飛び出てんの、生命が、無理と思って。いや、でもなんかね、ちっちゃい、なんかいい、なんか、その時は本当に拒絶反応してしまって、でそっから
それが取れまして、で、そっからそうカマキリとか怖くなってしまって、罪はないんだけど無理だなってなっちゃって、でそのお家から引っ越して、まあ、そのお家の近くをたまたまね通った時があったんですよ。で今どんなんだろうと思って見てみたいなと思って見てみたのよ。そしたら網戸にめっちゃくちゃ大きいカマキリがひっついてて、あもうこれは完全にこの家は呪われてるんだと思って、私はそこから、カマキリが苦手になりました。そんな私とカマキリのお話です。いやなんかちっちゃいのあったらさ、ちっちゃいバッタとかもいるじゃん、全然許せるんよ。ちっちゃいバッタカマキリは本当に大きくてキュウリぐらいあったの。ちょっと大げさかもしれないけど、でもキュウリぐらいあったの。はい、すいません、キュウリに例えて、でもキュウリぐらいあったんです。ちょっと無理になっちゃった。もしかしたらでも今見たらすごい克服してるかもしれない。でも YouTube に映ったあのドアップのカマキリの顔だけは許せん。つぶらな瞳してんのね、大きいのに。大きい丸に対して本当のなんか黒目みたいなのは本当にちっちゃいのね、ゴマよりもちっちゃいのね。あれね、鉛筆の芯かってぐらい、本当にそんぐらい多分鉛筆の芯埋め込んでるあの目ってぐらい。ああ思い出しちゃった、サムネ。可愛いって思えるように頑張ります。無理だわ本当に、フラッシュバックするもん。キモ。なんで虫ってさ、虫の方がさ人間怖いよね。だってこんなにも大きいんだよ。だってもし私だって進撃の巨人のさ巨人が現れたらさ、もう多分もう動けないもん、もうすいませんってなっちゃうもん。そういうことだよね、きっと。虫の見えてる世界って人間の方がきっと強いんだから。あ、物によっては殺されちゃうんだけど、人間の方が大概のもの頑張って戦えばやっぱ人間の方が強いから、頑張ろうと思う。頑張るわ。子供の時って最強だよね、虫と共存できたもん、ちゃんと。私はね、コーヒーが飲みたいな、早くコーヒーが飲みたい。今日さ、起きたら何時だったかな、あれ何時だったんだっけな、起きたら何時だったんだっけ、12時半ぐらいだったかな。びっくりしちゃった。どうしようで、結局今日も絶対寝るの遅くなる。そうじゃん、だって眠くないからさ、やっぱ怖っ。コーヒーより紅茶派。
コーチー、コーチーじゃない紅茶とコーヒー混ざっちゃった、コーチーって言っちゃった、紅茶とコーヒー混ざった、恥ずかしいっていうのは一旦置いといて、そうね、紅茶美味しいよね、無糖のやつ美味しいよね、私は飲めなかったけど飲めるようになってからすごい好き。確かにゲームやって過ごすのありだね。ゲーム本当、ゲーム友達募集アット無限お願いします。誰が私と一緒に平和なゲームをしましょう。同じおじい、誰か私にゲーム友達をください。不穏がないゲーム友達、不穏は一切しないゲーム友達、そして自慢じゃないな、ちょっとなんか全然できてないじゃんみたいなことを言わないゲーム友達ください。なんかさ、なんだろう、すごいさ、エイペックスとかやってる人見るとすっごい楽しそうでさ、やりたいなって思うんだけど、私本当にゲームの最初のなんか教えてくれるやつとかあるじゃん、ああいうの本当に分かんなくて、だから説明書を見なくても、で説明書っていうか、そういう説明がを飛ばしてしまっても分かるぐらい簡単なやつが好きなんですけど、いやとりあえず本当に説明書が読めない人だと思ってほしいんだけど、イコールバカねって思ってほしいんだけど、そういうのももう丁寧に教えてくれる友達募集してますって感じ。あ、そう、チュートリアルね。だからちょっとエペックスとかは手つけれないなみたいなところはあります。ホールガイズってみんななんかさ、前結構さみんなやってたけど、もうなんか今落ち着いてる感じあるよね。ちょっとダメ人間って書いてるとさ、なんかさ逆になんか傷つき始めたからちょっとやめるわ。なんか自分が言うのはいいけど、なんか人に言われるとちょっとなんか、いや本当にそうなんだなって思い始めちゃうからやめるわ。自分の心に良くない。そうなんですよ。もう今はね、なんかもうこの間配信とか、私たまにね、まあちょっと前かな、課金しちゃうんです。課金っていうか、ギフト、まあ、みんなが送ってくれるようなギフトあるじゃないですか、送るんですよ私もたまに。で前は本当に送りすぎちゃって、いや、待ってよと、やめよう送りすぎるのはやめようってなって、で送らない日々を過ごしてたんです。そんで、でもこの間すごい頑張ってたから、配信者の人も、そゲームなんだけどね、ゲームの実況とかも頑張ってたから、頭投げちゃって、頭投げないって誓った、投げちゃったっていう話。いや、この気持ちはちょっとみんな分かってほしい。やっぱさ、うまいプレイした時とかさ、わーってなるじゃん、すごい、こんな貴重な時間をくださってありがとうございますってなっちゃうから、お口よね。スパチャってなんだ、スパチャってなんだっけ、スパチャ
スーパーチャット、あー YouTube の課金、そっか、スパチャか。YouTube か、 YouTube は投げてないかな。頑張ってるから本当すごいよね、偉いね。いろいろあるよね。最近はもう何して生きてんだろう。動画見てゲームして、たまに料理作ってみたいな。たまに作ってますね、料理は。タクシーにしか課金してない。一番いい課金だね。タクシー高いよね。ホラーゲームの実況配信面白いよ。へえー、そうなんだ。確かになんか楽しそうだね、ホラーゲームってなると。最近はお味噌汁作ったり、お味噌汁はでも毎日作るけど、とか、あ、何作ったかな。でも作るって言ってももう焼くとかしかないね。お魚焼いたりとか。なんか前はそれこそなんかいろいろチーズタッカルビ作ったり、照り焼きチキンのなんかカフェ風のやつ作ったりとか、なんかポキ丼とか作ったりとかなんかしてたけど、結構手込んだもん作るの飽きましたね。カフェっぽいの作るのめっちゃ簡単。テイコンだとかさっき言ったけど嘘つき、めっちゃ簡単です。なんかサラダご飯にめっちゃハマった時があって、サラダご飯っていうのかな、ご飯やってサラダ引いて、その上になんか照り焼きチキンとかアボカドとかその目玉焼きみたいなのして、もう簡単、めっちゃ美味しい。それだけですごい簡単。そういうの作ったりして、サーモンとなんだっけ、あれマグロとアボカドを切って、でまたサラダ、 あのご飯の上にサラダ引いてそれのして、でたらじゃない、あの魚にそのなんかコチュジャンとか蜂蜜かなんかバーっていろいろ混ぜたやつをこうやってなじませて、でそれのせて出来上がりみたいな。何作ったかな、なんだっけ、サラダご飯なんか作ったんだよな、忘れちゃったな、なんだっけ、あ、忘れちゃった。でもなんかそういう本当にすごく簡単な簡単なのしか、だから手こんなんとか作ったことない、あんまり。肉じゃがとかさ、揚げ物とかも意外と、唐揚げとかさ、すごい手込んでなさそうに見えて、あれ結構大変じゃん。そういうのは作ってない。いや本当に
料理しない方で、いや揚げ物簡単じゃんって切って粉まぶして揚げるだけでしょっていう考えは本当ダメです。本当ダメだよ。唐揚げとか出てきた時は喜んであげるんだよ。てか喜ぶんだよ。揚げ物出てきた時、後片付けとかしんどい。まあ確かに油使わないものとかだったらいいんだけど、こうね、そう片すの大変だったりとか、下味とかも大変ですから、自分で料理をしない人は喜びましょう。私はもう簡単なのしか作んない。今何時ですか？何時かな？何時かな？ピヨピヨピヨ、いで9時か。え、今日気温低い？こともない。9時か。低いんだ。だからなんか寒いね。雨か。明日何食べよう。明日か。今日のな、夜ご飯まだなんですよ。寒いのでお味噌汁にします。お味噌汁となんだろう今日夜ご飯、味噌汁は作ろう。焼き鳥か、いいな。焼き鳥か、いいな、いいな。焼き鳥、白菜ってさ、冬の食べ物。すんごい髪の毛だ。いつが旬の食べ物？冬か。冬なんだあれ。やっぱ冬か。冬だよね。最近ですね、最近というか私が白菜を食べたくて、白菜がね、お家にあったのでね、食べたんですよ。辛くて、白菜って辛かったっけってなって、こんなに違うもの、旬か旬じゃないかで。なんかすごい、そういう、なんだろう、めっちゃ辛いみたいな、大根のその辛さとかそういう辛いじゃなくて、あの時食べた白菜は甘かったのに、なんか違うなっていう。え？違うのよ。そういうなんかめっちゃ辛みたいな辛いじゃなくて、
辛いとも言わない、普通普通って言えばいいんだろう、甘くないなっていう、え？え？私の味覚が辛さに敏感？もしかして？違う違う違うのよ。え？辛いって言ったからお菓子違うってこと？辛いって言うから伝わらないのか。甘くない。じゃあちょっとこの感覚は人と違うのかもしれない大根おろしが時々辛く感じるあれか、あでもなんかそんな感じ、そこに近い感じですね、おそらく私が言いたいことは。じゃあ冬が待ち遠しいね、冬の白菜を食べて、ああ全然違うっていうのが分かるかもしれないし、飲んだ一緒じゃんってなるかもしれないね。そういうことにしよう。待ち遠しいね、秋だからもう少しで栗、かぼちゃ、お芋の美味しい季節だよ、楽しみだね。いや秋いいよね、いいよ。玉ねぎ大量にあるんですけど、おすすめのお料理ありますか？玉ねぎ大量にあるんですけど。だってみんな玉ねぎ大量にあるらしいよ。おすすめの料理何？私はね、玉ねぎってでも万能じゃない？何に入れても。今牛丼の気分かな。ちょっとお肉メインになりますけど、あの私玉ねぎ薄くこうスライスみたいな感じにして何か味付けるのすごい好きなんですよ。あオニオンスープとか玉ねぎのさそのまんまのさなんかポトフっぽいのも美味しいよね。あオニオンリングだって、いやオニオンリング最高じゃん、ちょっといいですねオニオンリング。いやー玉ねぎは万能よ。煮詰めて和風ソース作ると何にでも、確かにハンバーグとかにめっちゃ良さそう、美味しそう、食べたい。いや美味しいよね。いやお味噌汁もねいいですね、確かに焼くだけで美味しい。揚げ物とかも美味しいよね、串カツ、カツは違う、串のやつぜひ玉ねぎはこんなにも出てきました、ぜひ今晩のおかずに玉ねぎを活用してください。よかった解決した、みんな今もう一人の人を救ってはもう今日寝れるね、これでもう自分はいい行いをしたなって、一人の方の悩みを解決できたんだという達成感に
もうこう幸せ、達成感の幸せに浸りながら今日寝れることできるね、こう悩みを問いかけてくれた方に感謝やね。よかった、自分も偉いことしたい、今救ったね人、よかった。そんな達成感で今日は寝ていきましょう。ということで配信終わります唐突な別れ、楽しかったですね。あー、ミラボール、ありがとうございます。今日はですね、ギフトくれたみんなありがとうございます。いろんな方がくれましたね、ありがとう、ありがとうね。コメントもありがとう、楽しかったです。バイバーイ、またね。